フランケンシュタイン、メアリー・シェリー。前回の続きからです。フェリックスが富と地位を奪われたという消息がリボルノに達すると、商人は娘に、恋人のことはもう考えないで故国へ帰る準備をすることを命じた。気立ての高潔なソフィーはこの命令に踏みつけられたものを感じ、父をいさめようとしたが、父は怒ってそれに取り合おうとせず、圧政的な命令を繰り返した。数日後にトルコ人は娘の部屋に入ってきて、自分がリボルノに住んでいることがバレたと思われる節がある。そうしたらフランス政府に早速引き渡されるだろうということを大急ぎで語った。そこで自分はコンスタンティノーブルに行く船を雇っておいたから、数時間のうちにそこへ向かって出版するというのであった。娘は腹心の召使いに世話させることにして後に残し、まだリボルドについていない財産の大部分を持って、後でゆっくり自分の後を追って行かせるつもりであった。一人になるとサフィーは、この場合自分の取るべき行動の計画を心の中で決めた。トルコに住むのは嫌なことで、自分の宗教も感情も同様にそれに反対した。自分の手に落ちた父の書類から、恋人が国外に追放されたことを聞き、その後に住んでいる地点の名を知ったとき、しばらく躊躇はしたものの、とうとう決心した。自分のものである宝石をいくらかと金を少しばかり持ち、リボルノの土地のものではあるか、日常のトルコ語を介する娘を共にして、ドイツに向けて出発した。サフィーはドラセイの家から24、5里ばかり離れた町まで無事にたどり着いたが、その時友の者が病気になって危篤に陥ってしまった。サフィーはできる限りの献身的な愛情を込めて介抱をしたが、気の毒なことにその娘は死んでしまって、この国の言葉がわからず、世間の風習なども点で心得ないアラビアの婦人は、一人ぼっちになった。けれども幸いに親切な人に出会った。というのはイタリア人の娘が行き先の地名を言っておいたので、その娘が死んだ後で、二人が泊まっていた家の婦人が、サフィーが無事に恋人のいる家に着くように世話をしてくれたのだ。15。怪物とドラセイ老人。私の好きな家の人たちの経歴はこのようなものであった。それは私に深い印象を与えた。そのために分かってきた社会生活のありさまから、私はこの人たちの美徳に感心し、人類の悪徳を非難することを学んだ。とはいうものの、私はまだ犯罪などというものは、縁の遠い悪事だと考えていた。つまり、慈愛と寛大が絶えず私の目の前にあったので、多くの称賛すべき性質が求められ、発揮される活舞台に、一役を買って出たいという願望を、私の心に呼び起こした。しかし、私の知力の進んだことをお話しするには、同じ年の8月初めに起こった一つの出来事を省略するわけにはいかない。ある夜、自分の食べ物を集めたり、家の人たちの薪を取ったりする近所の森に、いつものように出かけた際、私は衣類数点と数冊の書物の入っている革の旅行カバンが地面に落ちているのを見つけた。
私は一生懸命にその獲物をつかんで小屋に戻った。書物は幸い小屋でその処方を習い覚えた言葉で書かれてあったが、見るとそれは失楽園ブルタルコス人物伝の一巻、ウェルテルの悲しみであった。こういう宝物が手に入ったので私はこの上もなく喜び、家の人たちがいつもの仕事をしている間にこれらの書物について絶えず自分の心を磨きかつ働かせることにした。書物の影響をお話しするのはなかなかできそうもない。それは時には私を有頂天にする新しい想像力と感情を限りもなく心の中に湧き立たせもしたが、失意のどん底に投げ込むことの方が多かった。ウェルテルの悲しみの中にはその単純で感動的な物語の興味のほかに、今まで私に分からなかった事柄についていろいろ多くの意見が述べられ、多くの見方が示されてあったので、私はその中に尽きることのない思索と脅威の源泉を見つけた。それに書いてある優しい家庭的な習慣は、自己以外のものを目的とする高潔な情操や感情と結びつき、家の人たちの間で得た私の経験や自分の胸の中に絶えず生きていた欲求ともよく一致していた。しかしウェルテルそのものは、かつて見たり想像したりしたよりずっと素晴らしい人間で、その性格は何らのてらいもなく深く沈潜していると考えられた。死と自殺についての考察は私をすっかり驚嘆させた。私はこの立場の良し悪しに立ち入るつもりはないが、それでも私は主人公の意見の方に傾き、何故かはっきりは分からなかったが、その死に涙した。けれども書物を読みながら私は、自分の感情や境遇に個人的にいろいろ当てはめてみた。すると、それについて読みもし、その会話を聞きもした人々と、自分が似てはいるが、同時に妙に違ってもいることが分かった。私はその人々と同感したし、かなり理解もしたが、私は精神的に出来上がっておらず、頼るものとてもなく、縁続きのものもなかった。生きようが死のうが勝手だったし、死んでも誰一人嘆いてはくれなかった。私の体は醜悪だったし、背丈は巨大だった。これは一体どういうことだ。私は何者だ。どこから来たんだ。行き先はどこだろう。こういった疑問が始終起きてきたが、それを解くことはできなかった。私の持っていたブルタルコス人物伝には、古代のいろいろな共和国の最初の建国者の物語があった。この書物は、ウェルテルの悲しみとは随分違った影響を私に与えた。ウェルテルの想像からは、失意と優秀を学んだが、ブルタルコスは高い思想を教え、振り返ってみる自分の惨めな境遇から私を高めて、古い時代の英雄たちを崇拝させ、敬愛させた。私の読んだ多くの事柄は、自分の理解や経験を超えていた。私は王国、土地の広大な広がり、大きな川、果てしのない海だのについて、ひどく混乱した知識を得た。しかし都会や人間の大勢集まっているところは全く知らなかった。私の保護者たちの家が、人間研究のたった一つの学校であったわけだが、ブルタルコスのこの書物は、新しくてずっと大きな行動の場面を
繰り広げてくれた。国事に携わって同族を統治したり虐殺したりする人間のことを私は読んだ。自分の身に引き比べてみたところでは、いわば喜びと苦しみだけの関係においてではあったが、そこにある言葉の意味を介した限り、美徳に対する大変な熱情と悪徳に対する嫌悪感が自分の中に湧き上がるのを私は感じた。こういう感情に動かされて、私はもちろんロムルスやテセウスよりは、ヌマ、ソロン、リュクルゴスというような平和な立法者に感服させられた。家の人たちの家長を中心とする生活が、こういう印象を頭にこびりつかせていたのだが、もしも私の人間性に対する最初の快感が、若い兵士などによってなされ、栄誉と殺戮のために心を燃え立たせるとしたら、私は違った感情に染まっていたことだろう。しかし失楽園はそれとはまた違った、ずっと深い感動を与えた。私は手に入った他の書物を読んだのと同じように、それを本当の歴史として読んだ。それは自分の違ったものと戦う万能の神の姿を仰いだ時のような、あらゆる脅威と畏怖の感情を引き起こした。それがあまり似ているのに気づいたので、私はよくいろいろな境遇を自分に引き当ててみた。私は明らかにアダムと同じように生きている他のどんな人間とも結びつけられてはいなかったが、アダムの状態はその他のどの点でも私の場合とは随分違っていた。アダムは神様の手から完全な被造物として出てきたもの、創造者の特別な心遣いに守られた幸福で有望なものであって、性質の優れたものと話をし、そういうものから知識を得ることを許されていたが、私と来たら全く惨めで頼りなく、一人ぼっちであった。私は何度も魔王サタンを自分の状態にずっとぴったりした象徴だと考えた。というのは、サタンと同じように、よく家の人たちの幸福を見ると、苦々しい、妬み心がムラムラと湧き上がってきたからだ。もう一つ別の事情が、こういう感情を強め、揺るぎないものにした。この部屋に着いてから間もなく、あなたの実験室から持ってきた服のポケットに、何か書類の入っているのを見つけたのだ。はじめのうちはそれをほったらかしておいたが、さてそこに書いてある文字を判読できるようになると、精を出してそれを研究し始めた。それは私というものが想像されるまでの4ヶ月間に、あなたがつけた日記だった。この書類には仕事の進歩のあらゆる段階を細かに書きつけてあったが、その中には家庭的な出来事の記事も混じっていた。あなたは無論その書き物のことを覚えているはずです。これがそうですよ。私というものの呪われた起源に関わりのあることは、何もかもこの中には書いてある。そういうことになった胸の悪くなるような事情の一部始終が詳しく示され、あなた自身を恐怖感で苦しめ、私の激しい嫌悪感を消し難いものにした言葉で、私の忌まわしい醜悪な姿が身に入り才をうがって書いてあるのだ。読んでいて私は気持ちが悪くなった。苦しくなって私は叫んだ。俺が生を受けた憎むべき日よ。呪われた創造者よ。お前でさえ嫌って顔を背けるような醜い怪物をどうして作ったのだ。
神様は哀れだとお思いになって人間を自分の姿にかたどって美しい魅力のあるものにお作りになったが、俺の姿と来たら似ているのでかえって余計に忌まわしい。お前の姿の汚らわしい模型だ。サタンには敬服し激励する仲間や同類の悪魔どもがあるが、俺は一人ぼっちで嫌がられている。